大キャラクターギョロタンですね。まあ、そして当然レギュラーの BB とトリーと、ね、はい、ね、いうことですけどもね。あ、そしてこちらはですね、続いてのゲストなんですけれども NTT48 の北原理恵さんと、そして長谷川玲奈さんです。お、あー、NGT 新潟の48ということなんだそうですけどね。まさか東京ドームのこのオンザフィールドでハッパンツは見ると思わなかったですね。ホットパンツだもんね。似合ってますよ、ハッパンツ、野球好きということですね。なるほど、バッターはもう髪の毛もサラサラですよ。あ、そしてバッターボックス大谷がコールされると NGT の2人も NGT48 の2人もはしゃいでいましたけれどもね。さあ大谷翔平出てまいりました。さあそれでは長谷川さんマウンドへどうぞ。ああ、礼儀正しいですよ、嬉しいですよ、マウンドの神様に一つ礼をして。なるほどね、リスペクトがありますよね。そうですね、ラベンダーディーチャレンジプレイボール。さあ今度は前にはいかず、おっと、力強いストレート。野球好きを公言するだけありましてね、岩本さんがフリーズしてますよ、大丈夫ですか。今のマウンドの傾斜の利用の仕方は有原光平にちょっと参考にしていただきたいぐらいですね。このマウンドの傾斜感じてますよ。あ、しかもど真ん中のストレート、大谷翔平も目を向いてびっくりしていましたけど、はい、見てください、このマウンドの傾斜を感じて、胸の張りからのこのスローイング、なんですかこれは。球種はバックドアのカットボールですよ。そうですか、はい、そこまで来てましたか。わ、すごいな今の。